ございます。まあね、そういうことで、なんかありましたけど、はい、トラちゃん、なんかないの？なんか秋になったら干渉的なのとか。何も、人恋しなるやん。人肌恋し、寒なってきた。演歌の世界だ。違う。でもそうやん。今、小野さんがくれたやんか、シナモンのでっかいのいぐるみ。はい、あ、はい、あれに私、抑えられて、違う。寝ててんやんか。ほんだら、顔のここにあって、窒息しそうなった。目覚めて。首絞められてる。いかに、なんか俺が送った資格みたいな。シナモンで、ほんまに。ほんまに。ほんまに。顔のとこに、あたしな、寝る、寝るとき。我がで近づけない。じゃあ、重ない。軽いよ。そうそうそう。軽い。軽い。いや、じゃあ、でも寝てるうちに分かれへんやん。知らんうちに来てんねん、もう、こっち。もう、向こうの意思では来えへんね、うん。下向いて寝る癖あんねん。上とか向いてようねんねん。そうそうそう。こうやって寝る癖あんねん。うん、何回か窒息しそうになって、目覚めて。やめて、分かりやすい日本語で言ったら。やめて、だって寝やすいねんもん、下向いて寝とったら。よくあのね、保育所の事故である。そうそう、事故になるから。じゃあ、こうたことちゃうやん。じゃあ、これで。これで、これで。ほう、言うたれ、これで何や、言うたれ。シナモンに殺されそうなんて。いや、あんなふわふわやん、軽いやん。シナモンに、いや、俺、まあ、もらえるもんやけど、はいはいはい、あの、わたがしみたいなね、はい、あの、サイン書いたやつですよね。そうそうそう、ちょうどそのサインのところが、足のところがこっちに切れてた。絶対殺されたのなんて。いやいや、あれは、あれで死ぬって言ったらよほどやで、そんな。めっちゃ苦しなってんもん、だって。なんやろ、俺の魂が入ったのいやいや、トラを抑え込みたいなもん。抑え込み。じゃあ、ほんまにもう久しぶりやったもん、それ。え、あっちは大丈夫やった、あの世界一有名なネズミのやつは。あーは、おとなしい座ってた。あー、お前、魚芸で。あー、お前ね、シナモン自体が丸いやんか、はい、転がるやん。はいはい、置いてて、ほんで、うちの子が最初シナモン枕みたいにして寝るので、で、寝やすいんかなと思って、ちょっと貸してって言うたのがきっかけやって、うん、いらんこと言わんかったよかった。今でも、親子で寝てはるんですか。寝てるよ。おー、今もういらんねんけど。いや、もう寝るとこないもん。いやいや、まあまあ立派な家住んでますね。なんでむちゃくちゃ大きいよ。僕行った時びっくりしたもん。俺岸和田城かな思った。何旅館の中や思った。いやいやいや、あの昔の黒井さんの家見てるからね、余計になんかでかくて、うん、でかくないよ。めっちゃでかい、立派な3階建てのね、うん、ルーフバルコニーのついた素晴らしい。バルコニー、バルコニーってベランダのさ、屋根飛んでさ、この間の台風で。あ、台風で。いや、あれは大概飛ぶでしょ。めっちゃ、ほんで、よその屋根がうちの家来てんねん。あ、ありますあります。屋根、なんかドーン潰れたのか。屋根がだから、何、風飛んでいって。風が飛んでいく。え、おい、トラちゃんの家の屋根が飛んで、人の屋根が爆発した。そうそう。こんな感じですよ。こんな感じで。いや、でも、ヤドカリみたいに。ここですね。ほんまになくなってさ、もう不便でしゃあない。今までそんなベランダの屋根ってあんまり気にせえんかってんけど。境の方はほんなら結構。結構、うちやろ。関空近いし。だから、家とかでもさ、何屋根を、うん、瓦の、はいはいはい、ほとんどもうブルーシート引いてある。ああ、瓦はね。私らはブルーシートじゃ。あれ、見直さなあかんね。日本頃に瓦ってやっぱちょっと武器になるもんね。まあまあ、危ないですからね。ほんで、台風が言うのに、ゴミをさ、うん、次の日ゴミやってさ、うん、ゴミをそこに出してるやつがおんねん。あ、それはもうわかんわ。マナー。それが来て、うちの家、もうゴミだらけやで。玄関やで。家の中に入ってきやで。文句言われへんの。言われへんから、もう、まあ、どうなんすかね。次の日から履いたもん、私が。よくあの、ガラス割れたんとかでも、結局自分のとこでやらなあかんって。まあ、よく、乳製造とかで物が飛んできたとか、あるじゃないですか。あれって、落とし主が分かったら言えるんちゃう？あんたとこが出してるから、とか。うん、でも、そんなん、証拠ないやん、ゴミとか。これ、3人言っとたんですけど、うん、あの、JR の某駅の看板、5キロぐらいあるブリキのやつが、大阪市内で駅ですよ、もちろん。が、寝屋川のお宅のベランダに入ってたっていう。で、それはどうすんねんってなったらしいんですけど。そんなん、でもそんなん。あれ、でも返さんかったら、基本はダメらしいです。あの、元が分かってたら。ああ、そうか。身長大きさやったら。はい、そうなったら、ゴミ箱飛んできたら持っていったら、だから知らんとこやろ、言うて。知らんふりしとくのが一番やらしいですよ。ああ、確かに。ほんで、またそういうのを SNS に上げたりするでしょ。あ、そんなのせずに、知らんふりしといたら別に横領罪とかにはならないらしいんですけども。え、あ、野良猫はどうなの？俺その日の夜だ。野良猫は、いや、ちょっと風残ってて、うん、で、もう満員やん、あの牛丼屋とか、はいはいはい、ほんで、猫おってやん、うん、で、なんかジャンプしよう思ったら風煽られたよね、ふわーみたいな、飛んで猫が、はいはい、あ、猫飛んでる思って。いや、映像見たらだって人間の人でも飛んでたからね。いや、飛ぶ、うん、いや、ほんで猫がなんか、かっこ悪かったよね。着地した瞬間にパッと俺と目をて、よう目ありますね。いや、お前誰にも言うなよみたいな顔してとか言っちゃったから、じゃ猫
飛んだから、うん、なんか猫と喋るにはなんかアイコンタクトって言ってもそうそう、まばたきで、できんねん。で、まばたきしたら俺は敵いないぞっていうことらしい、うん、これほんまほんまほんま、いや、嘘ですよ、絶対嘘ですから猫のおっちゃんって徐々に有名やん怪しいおっさん出ました、怪しいおっさん出ました。いや、まばたきでコミュニケーションがあったから、うん、これほんまや、はい、怖かったな、大体、うん。